先ほどは高速が2本合流してたんで渋滞してますけど、やっと動き始めましたね。右トヨタ、カムリ、前がレクサス、その前がプリウス、左側、斜め左前シルバーがホンダシビック、後ろの黒いのがホンダシビック、シェアナンバーワンはトヨタ、シェアナンバーツーはホンダ、だいぶ引き離されて日産と続きます。左側来たのが、ポンコツの、リンカーンですね。そして右側の白いのが、女性が大好きな、車ホンダ CR-V、左前のシルバー日産ですかね。そして今黒いのがシェビー、右側はトヨタ、カムリ、ごちゃごちゃしてるトヨタカムリ、そして今左側に来ましたのがトヨタのプリウス、煮崩れしそうですね、トラックで、ね、右側のトラックは煮崩れしそうでした。いつか崩れるでしょう。さて、だいぶ車両間隔が空いてきました。左側はもう目いっぱいの渋滞です。対向車線ですね。そして右側白いのがさっきの CR-V ですね。この CR-V の前がトヨタの、フォーランナーですね。真横右側、左が斜め前ホンダ、斜め左前がプリウス、シルバー、とにかく日本車が半分ぐらいは日本車と言ってもいいですね。まあ地域差はありますけど、特に都会部、ニューヨーク市内は、今ブルックリンを走ってますけれども、この辺では半分ぐらいが日本車です。韓国車もたまにあるん、まあたまにというかそこそこあるんですけど、どういうわけか今朝ほとんど見えませんね。やっぱり全体のシェアとしては韓国車の数はまだまだ少ないです。左側、トヨタのハイランダーでしたね、黒いの。後ろがマツダですね、なんたら5、マツダも頑張って、新しいモデルになってから頑張ってます。その後ろは三菱、非常にレアもの。左前が三菱、車日本車100台のうち1台ぐらいが三菱、その後ろがこれがセコイアですか、トヨタの。左前シルバー、トヨタのセコイアだと思います。大型のあれですね、4駆、フォーランナーよりも一回りぐらい大きい感じのがセコイア。それからまたマツダの3番が出てきましたね。さっきもありましたけどマツダ、そしてこのまた前黒いの入ってきたのがレクサス、GS35 まで、まあ普及品ですね。レクサスもピンキリあって、とにかく名前が売れたんで、レクサスのマークくっつけとけば安い車でも売れるということで、チープレクサスがいっぱい走ってます。それから左側来ましたのがホンダのオデッセイですね。これはサイズちょっと小さい前のオデッセイか